ました、今日はですね、ここはね、熊本県ですね、天草はね、高浜漁港から出船、就業まで飛んで出まして、沖磯の方に今渡っています、スローブラッドキャスト、あ、これをね、メインに渡っています。青物ブリですね。あ、サイズはね、まあ、ヤズクラスからというところなんですけど、狙っていきたいと思います。通常は朝一からの出港なんですけど、ね、今日はねちょっと、移動してからという形なので午後からの釣りになってます。これからね潮止まり挟んでの釣り、夕方でよね、逆に今度打てるという格好になってきます。ところどころね鳥がねいるんですね。このね、正面なんで少し浅いんですね。で左手ね、深くなって潮が走るというような格好です。だいぶそこは地形変化があるんで面白そうですね。地形変化のところにね、こう潮が当たってそこにこうベイトが溜まるんです、それにね魚がついて、そこを今ね結構タイトにこう釣っていこうというような形のイメージをしています。場合によってね、うまいタイミングでこんだけ鳥の気配があると今まあ休んでますけどね、上に出る可能性もありそうですよね。左手ね、スタート。船で流してるエリア近いな。お、ダイブしたダイブした。ガツオ通り目の前。ちょっとごめん、もう一回潮を確認します。はい、こちらがねスローブラッドキャストのアップですね。今日ねメインに使っていきました、ショアスロー専用ジグスローブラッドキャストシリーズの第5弾という形で登場する新しいモデルです。アップですね。でこちらね、マテリアル G ライトメタル、ね、比重の小さい、素材を使ったジグ、スローブラッドキャストシリーズの中ではね今までオーバルロングとあった中で、今回ねここにねアップ、これがね加わります。で、まあ、G ライトメタルを使ったこの3種類それぞれね特徴と言いますとね、オーバル、これはねホールスピードを徹底的に、遅くしようという向きで作ったジグですね。でロング、これは、直線的なアクション、これの大きさですね、これをバーッと引き出してなおかつ割とねハイスピードにも対応していきつつ今度はスローに落ちていくその落差で食わせようと、いった形のロング、それに対して今回のこのアップはですねご覧の通りこれで今 60g なんですけどシルエットはコンパクトですね。でアクションの特徴としてはですねロングが割と直線として動くのに対してこれは狙いのゾーンで入力するとね弧を描くんですね。弧を描くようにフッフッ、それでいて上昇を伴うんで割とこう狙いの四角いボックスのゾーンの中でね立体的なアクションをしていくのが大きな特徴になります。でこのねアクションを引き出していくと割とこう今までね直線的なアクションに擦れ気味な魚、それに対してまた違う形でアピールすることができて、でなおかつフォールはやはり水平でゆっくり落ちていくという形になるんです。まあそのね見せる食わせる、これのねメリハリを効かせるといったのが一つ大きな特徴になります。で加えてねパッとロッドワーク入れてねティップが戻る瞬間の上昇の仕方しやすさはね、トップクラスです。でこれがじゃあ何意味するかというと比較的ね遠浅、例えば浜であったりね、まあ磯場であっても水深が比較的浅いようなところであってもジグをね浮かせやすいっていうことはイコールフォールのタイミングを取りやすいと
いうことで、しっかりとピッチを刻んでいくことができるジグなんですね。で、加えてね、コンパクトなボディ、このサイズ、これがもたらすね、副次的な効果としては、まあ、飛距離の安定度です。ね、G ライトメタル、比重が小さいだけにね、どうしてもね、ジグのサイズっていうのが大きくなると空気抵抗がそれに比例して増してくると、いった形でね、飛距離を出しにくい、素材ではあるんですけども、今回のこのアップは、まあ、コンパクト、かつね、このシルエットです。で、これでね、飛行姿勢安定します。ね、これによってね、鉛ボディの、まあ、スリムにね、匹敵する、まあ、肉薄するぐらいの飛距離はね、十分得ることができますんでね、そういう意味では、まあ、G ライトメタルの、シリーズの中でね、また新たな展開を可能にしていくモデルになります。ね、ということでね、まあ、今回、これを使っていったわけなんですけども、第5弾目、ね、スローブラッドキャストシリーズなんですが、これを使うことによってね、まあ、ワイド、スリム、ね、オーバルロングと、それぞれの特徴をね、生かして、さらにここにアップの特徴を入れることで、まあ、ショアスローのゲームがね、さらに、広がってね、より楽しんでいただくことができると思います。惜しくた。ああ、しくた、際だ、やっぱりね、今。カツオドリがね、際をね、刺したんですね。なんで今ね、ちょっとね、際をね、丁寧にね、釣っていったところ。落ち際の。スローブラッドキャストアップ。釣ってきましたね。魚が違う、ヒラメ。よし、やったー。ボトムでね、近くで食ってきたのはね、ヒラメでしたね。でかいっすよ、いいサイズ。やりましたね。ね、スローブラッドキャストのアップ、嬉しい。よいしょ、ね、いいサイズ。ね、今ね、ちょうどね、遠投してそのアクション入れてる間にね、カツオドリがね、際に刺したんですね。ね、このベイトがね、おそらくこれキビナゴです。小さいのがね、シャッと見えた。で、キはもう一度落とし返したところで食ってきた。ソロブラッドキャストのアップがっつりですよ。いいサイズのヒラメね。ね、フロント近く食ってますけどね、フルシルバー、まあ、クリアマグマ、うん、ね、やりましたね。嬉しい、一発出ましたね。ヒラメ、ね、腹パンパンですね。これは、まあ、春ね、産卵なんで、あ、卵持ってるか、もしくはね、餌を食ってるかなんですけどね。よし、ね、ありがとう。さあ、よし、ね、リリースしましょう。あー、行きましたね。あー、嬉しい、いい魚でしたね。
ですよね。今こう際から深いところにこう落ちていく地形、この駆け下がっていくところね、駆け上がり、打って打ってます。今日はね無理言ってね、午後からの、背渡しをね、出してもらいました。通常ね、朝からというところなんですけど、まあ、今日は午後から出たんで、逆にね今度夕末には今度はね、今だいぶ日が傾いてきました。狙えるタイミングなんですね。でまあ、マズメでね、あと活性が上がった魚が際だったり、もしくはねワンド状になってる地形を使って餌を追い込んでくるかなというのがね一つ、期待です。でちょうどね僕の今後ろ手にあるワンド状のエリア、少し浅いんですね他より。でそういったところにね結構餌を追い込みやすいんじゃないかなっていう形で、ずっとね釣りしながらも、鳥の動きだったりそういうのをちょっと見ながら、時間の経過とともに変わってくるし、こういうね情報をねなるべく得ようと、いった形で釣りをしています。一つ離れたね手の方で鳥が今盛んに回ってます。ああいう状況がね射程範囲で起きてくれば一つチャンスです。あ、また今足元ベイト見えました。群れの規模としては畳1枚、サイズは小さいですね、5センチ前後。割とね、こう針にかかってなければね、今魚じゃれてきたようなところ、割とねこうしつこくアタックしてくる可能性は十分あります。早くジグを動かしてるわけじゃないんでね、一定レンジ一定層、そこをねもう一度こう攻められるショアスローの強みがあります。これをね活かしていくとねかなり高い再現性を持ってますんで、夕まずめがね近づいてきました。潮止まりがね過ぎまして、ここからね、今度また上げてくるといった形になってね、まずめと上げのタイミングがちょうど合う形になりますね。今まだね、だいぶとろーっとした潮になってます。これが動き出す瞬間、夕まずめと重なってね、今打ってる面がね若干浅いところなんですけども、こっちにね餌を追い込んでくるかなというのをちょっと期待しています。さあ、ね、こういった形ですね。でこれね、プライヤーなんですけども、2018年ね、新たにパームスのねアクセサリーという形で登場します。今使っているのはこれね3種類あるうちの真ん中のサイズですね。ショアスローを使うときの4番だったりね、5番のリングにはねこの真ん中のサイズです。で3種類ある一番上小さいやつ、これはね、渓流のね、ミノなんかに使用するリングサイズ、対応で、一番下のこのね大きいサイズは、オフショアのゲームもしくはねショアジギングと、いったようなねリングサイズに対応していく、このね3種類のプライヤー出ますんでね、ぜひぜひ使ってください。わずかに潮が動いてきました。さあ夕まずめにかけてね最後の下げ潮が今ちょっと効いたかなと、いったタイミングです。
見えてきた、ね、やつですね。中層まで跳ね上げたところで降ってきた。よし、スローブラッドキャストアップ。ね、3キロ前後ですかね。よし、やりました。よし、やりましたね。当時でね、ヤズと呼ばれるサイズね、ブリの、まあ出世魚なんでね、小さいところから、関東なんかのね、イナダ、ワラサブリといったところでね、サイズ的にはね、ちょっとね、イナダとワラサの中間、イナワラっていったところでしょうかね。よいしょ、ね、がっつりアップをね、跳ね上げて中層です。でパーンとね、弾くような当たり出ましたね。いいファイト、気持ちいい。やったね。ね、あ、ありがとう。いいファイトしたね。オッケー、いったね。スローブラッドキャストのアップね、夜の船試合、今日がね、だいぶカラッとしたところだったんですけどね、ボトムから少しね、強め、今993サースター使ってるんですけども、強めにね、跳ね上げて、横の動きをね、派手めに演出で、そこからね、フッと、した瞬間にパーンと弾くようなバイト出ましたね。がっちりね、フロント食ってましたね。うわー、スローブラッドキャストアップ、最高。